こんにちは。アセンテホールディングスの土屋と申します。今日は最終回ということで、東アジアのモンゴルとですね、台湾、この2つについて、ここを何回かの視察をしてきましたので、そのあたりの報告をしてみたいと思います。それでは画面の方を切り替えさせていただきます。台北で一番有名なのは、この写真に出てきます、101という高層タワーですね。世界でも非常に美しい建物として、一番高いかというとそういうわけではないんですけども、作りが非常に美しい、反対型の台形になってるんですかね。建物として有名な101。で、このエリアの近くがですね、この101のエリアの近くが新義というエリアなんですが、このエリアが今非常に最近伸びてます。昔は中山というエリア、日本人の統治時代にいろんなお店があったエリアですね。倉庫もあったりしますけど、あのエリア、西の方のエリアが盛んだったんです。最近はこの東の新義のエリアが非常に伸びてまして、このエリアに出店する会社が非常に多いです。で、台湾は人口でいうと日本が1億2600万人で、台湾の人口はこちら2300万人ですね。55位で2300万人。近いところでオーストラリアが2500万人。オーストラリアはあれだけ高度な国土があるんですが、2500万人しかいないんですね。2500万人が近いですね。で、GDP ですね、先ほどの。一人当たり GDP で言うと、1位はカタール。これはもうダントツで、資源、天然ガスの資源、がありますので、一人当たり GDP も高い、人口も少ないですし。で、これはもう何年もカタールが1位ですね。シンガポールは4位。一人当たり GDP で4位。マカオが2位ですね。もうカジノだと思います。そういう中で、香港が11位の一人当たり GDP、アメリカが12位で、台湾18位なんですね。一人当たり GDP で言うと、一人当たり GDP 5万3000ぐらい、5万3000ドルぐらい。香港で6万4000ドル、台湾が5万3000ドル。バーッと見ていくと日本が入ってませんが、実はこの購買力平価の PPP の一人当たり GDP で見ると、日本は台湾よりも下なんですね。こちら。31位です。4万4千ドル。ですので、日本よりも、ある意味、裕福な国が台湾ということになります。で、有名なのは最近この一蘭が、博多のラーメン屋の一蘭が台湾にオープンしています。一蘭さんはもともと海外1号店は香港。で、ここでブレイクして、その後アメリカ、ブルックリン。で、そこに2号店を出した後に、3つ目の国は台湾ですね。で、その新義のエリアの、先ほど申し上げた新義のエリアからちょっと外れたところ、ちょっとっても2分ぐらいですけど、ところのビルの1階に出しました。で、オープン時は24時間営業ずっとされてて、10日間列が切れなかったということで、台湾でも非常に有名だった超繁盛店ですね。で、前回2週間前に行った時にはお昼の3時ぐらいに行って、お客様の入りは半分ぐらいでしたから、もう若干落ち着いてるのかなと思いましたけども、この1号店から200メーター離れた新義の三越の地下に2号店出したんですね。ですので、一蘭さんは今、1号店と2号店の距離が200メーターぐらいのところで1店舗2店舗やってるというのが台北の一蘭さんです。中はもう全く日本と同じで、こういうふうな一人で食べれる、味集中システムというのを台北でも使っていまして、こうやって一人ずつ座ってラーメン食べてました。友人と来ても、この横に座って、この囲い越しにですね、喋りかけるという感じですね。で、これは私のブースから中にスマホ入れて撮ったキッチンなんですけど、ご覧いただけばわかるように、キッチンでこういうふうに働いてる人たちがいて、ここがカウンターになってるんですけども、こちら側とこちら側にお客さんが座ってますよね。で、その非常に効率的なシステムになってます。ここで作ったものを持って行って出すだけですよ。で、こっちの、この通路の先も抜けてますので、いかようにでも抜けて入って抜けて入ってができて、いう感じになってます。吉野家さんの U 字のカウンターよりも非常に、効率的なカウンターになってるなと思いました。で、これがラーメンの味、一蘭さんのラーメンですね。私も日本で一蘭時々食べますけど、台湾の一蘭の感覚は、スープがちょっと薄い。日本の一蘭に比べると若干スープが薄いなという感じを受けました。それ以外はもうほぼ一緒でしたね、味も。で、お水を入れるのがテーブルごとにあるんですが、座席の上にあるんです。これ使われてなかったです。アンダーリペアと書いてありましたけども、何か壊れたのか、意図的に使ってないのかわかりませんが。システムは全く一緒で、これ丸して出すだけですね。
で、金子半之助という、天丼屋さん、日本橋、東京の日本橋で非常に行列を作るので有名な金子半之助という天丼も、台北にはもうすでに何店舗か出ていまして、1号店は三井のアウトレットパークに見えました。これがそうですね。行列を作って有名になり、今先ほどの新義の三越の地下にも出ていますね。ボリューミーな、こう、縦に立った天丼で、まあ、1個1200円とか1300円するんですけど、高級天丼ですけども、お客さん並んでます。これは丸亀うどん。丸亀うどんさんも、1号店はこの新義エリアの三越の地下に出しました。で、ピークタイムに行くとこんな感じで、もう、未だに並んでます。1号店は月商2400万ぐらい売ってですね、台北の中でブレイクしたんですね。で、フードコートで2400万ですか、すごいと思います。で、これはトンチンラーメンさん。トンチンラーメンは台北、入れて台湾で今7、8店舗ありますけども、多分台湾で一番人気のあるラーメン屋になってると思いますね。この味が多分いいということを皆さん言ってましたけども、大体どの店もお客さん入ってまして、非常に順調にいってる日本のラーメンショップです。一風堂さんも店舗あるんですが、パートナー、台湾のパートナーと提携を解消して、今直営でやり始めたということも聞きましたけれども、一風堂に比べるとトンチンラーメンの方が、至近距離にあるエリアもあるんですが、トンチンラーメンの方が入ってますね。これは先ほどの金子半之助さんがやってる高級海鮮丼の辻飯ですね。客単価2500円ぐらい以上しますので、まあ、いう高い、海鮮丼、築地から送ってこられる海鮮を使った丼ということで。で、最初は並んでましたけど、最近はもう、あまりにもちょっと高すぎるのか、並んでる状況ではなくて、ちょっと安い、こういうふうなものも提供し始めてましたので、若干落ち着いたのかなという感じを受けました。これも先ほどの新義のエリアのブリーズというものの地下ですね。今ほとんど新義エリアに出店しています。で、これは台北駅です。台北駅で、行列を作ってるチーズケーキですね。で、台北駅もブリーズというディベロッパー、これですね、ブリーズというディベロッパーが展開していまして、新義のエリアも台北もこのブリーズが運営してるんですね。で、ここの担当にも前回会っていろいろ話を聞いてきました。日本からの飲食をですね、もっともっと誘致したいということを言われてましたですね。自分たちのモールに出てくると。で、台北駅でこう作ってるのはこのチーズケーキ屋さんで、この行列の、こちらにも行列並ぶところがあるんですけど、こちらはですね、お店でオーブンで焼いたチーズケーキが買えるレーン、列と、こちらは工場で作ったチーズケーキで良ければ、こっちに並んでくれたらすぐに渡せますよという列なんですが、やっぱりもう皆さん、お店で焼いたそのまま買いたいということに並んでいますね。非常に有名店ですね。これも日本から唐揚げ屋さんが来てました。鳥勝という。このブリーズの、その台北駅の、駅の1階なんですけども。で、私たちのパートナーも今向こうで、フライドチキンみたいなものもやっていまして、非常に順調にいってるんですね。ですので、このチキンの、日本風のフライドチキン、唐揚げみたいなものはいけるんではないかというふうに彼も言ってましたですね。まあ、アジア、タイとか、いろんなところに出ています。この鳥勝さん。私たちもお手伝いしたバリューマというラーメンですね。これも台北駅、先ほどの新義のナンシャンという新しいモールに出店しました。で、これは台湾のオーナーではなくて、香港のオーナーさん、今8店舗ぐらい香港でバリューマをやってくれてるオーナーさんが台湾でも進出したいということで出店されてました。ナンシャンモールの4階かな、に出店しています。まだ台湾は1店舗だけですね。香港は先日香港の空港、の中にも進出しまして、非常に順調に売り上げが上がっているということを聞いています。これはまあ豚骨醤油ですね、ラーメンです。非常にクリーミーなスープで、アジアの人には人気があるスープですね。で、エングスン・シングスンも先ほどの新規のブリーズの1階に出ていました。ブリーズというのは結構日本の飲食を誘致したいということで、積極的に活動されてますね。あ、これはエグスリングスのチーズ、なんて言うんでしたっけ、ね、パンケーキですね。パンケーキ。パンケーキのお店ですね。
これは、台湾のパートナーが連れてってくれた、タピオカドリンクの発祥というか、今、いろんなタピオカドリンクが世界中に出て、日本にもたくさん出てきていますけれども、その中でも台湾で一番有名な、タピオカのお店だということで連れてってくれました。で、この時は、まだあんまり並んでなかった。ここにもチョークでこう並ぶ列が書いてあって、で、ここまで行ったら、この後こっちにずっと歩道に並んでいくんですね。で、一番ひどい時はもうここ100メーターぐらい並んでるということで、非常に人気のある1店舗しかないタピオカドリンクのお店です。実際に買って飲みましたけれども、非常にコクがあって、他で飲んでるタピオカドリンクに比べると、美味しい。ミルクが美味しいのか、何が美味しいのかわかりませんけど、味が深い味がしましたですね。で、これは台湾の台湾大学の近くにある学生街の中にあります。で、この陳三軒の横のところにも非常に有名店があって、それは台湾バーガーの店なんですね。パオという、こういう、パオの中に肉をアレンジしたものを包んでくれて、そんなにハンバーガーほど高くないんですけども、1個2個食べるとお腹いっぱいになるという。で、この味付けがいろいろあるんですけど、こういうふうですね。一番ベーシックなものを1個食べました。これですね。肉を調理したものを、このパオに包んで食べるという。台湾、中華料理もあるので、八角がですね、すごい入ってまして。私、八角があまり得意ではないので、八角を抜いたら日本でいけるんじゃないかなという感じはしましたけど、台湾バーガー。これも、これから台湾のタピオカドリンクに次いで、世界に出ていくんじゃないかというふうに、向こうのパートナー言ってましたね。台湾バーガー。これは近くにあったお店なんですけども、こういうふうにもう入り口、お客さんに向かってライブ感とシズル感をガンガン出しながら音鳴らして、これ何作ってるかというと、チャーハンなんですけど、チャーハンの作り方次第でお客さん結構売れるんだなというふうに思った店舗です。で、北海道のドラッグ、サツドラさんももう台湾には7、8店舗出ています。で、大きなお店もあれば、小さなお店もあるんですけども、台湾はそういう意味では日本の会社はタイと同じぐらいに進出している国ではありますね。これ以外にはトモズという東京にある薬局屋さんも、何店舗か20店舗ぐらい展開していまして、非常に順調にいってるというふうにトモズをやってる向こうのパートナーが言ってましたね。これは台湾ではヌードルというと日本のジャパニーズヌードルではなくて台湾ヌードルというのがあるんですね。台湾ヌードルは何かというと牛肉麺。豚骨ではなくて牛。牛から取ったスープと、あと肉ですね。牛肉ですね。それが入っている牛肉麺となって。で、このお店が台湾でミシュランを取ったということだったので行ってきました。で、やっぱり並んでましたね。非常に高級な牛肉麺。牛肉麺というのはもともと安いもので、200円、300円から食べられる。台湾がまだ貧しかった頃に、健康ということで牛肉麺をなんか政府が指導して作ったということを言ってましたけど、これはもうアッパーの牛肉麺ですね。で、お客さんは非常に入ってまして、並んで食べるような、台湾ヌードルですね。こういう澄んだスープに牛肉がこうたくさん入ってて、で、麺が入ってると。日本のラーメンに比べるとあっさりしてて、非常に食べやすい。どちらかというとその沖縄そばみたいな感じのスープと、沖縄そばはもちろんポークですけど、食べ物だったなという感じがします。で、これは101という一番最初に出した建物、シンボリックな高層ビルの地下が、フードコートになっていまして、このフードコートはいろいろ世界中の有名な店が集まってたんですね。で、ただ、半年ぐらい前から改装をずっとしていてて、その改装した後どうなったのかというものを見に行ってきたんですけども、前回行った時はもう改装が終わってました。で、日本からのお店もたくさん入ってまして、以前はですね、モスバーガーもあれば、牛角も、次男坊という業態で出してましたし、いろいろ面白いお店があったんですが、今回行きましたら結構大きく変わっていまして、こういうふうに日本の料理店というのはほとんどなくなってました。で、どちらかというとローカルのお店が入ってて、で、こういうふうに整然とスペースがきれいに区画化されててですね、昔はもう少しラブ感があったんですけど、ちょっと残念な改装結果になってるのかなという、個人的な意見ですけど、思いましたね。ちょっときれいになりすぎた感じがしてます。
で、日本から行ってる天丼の琥珀とか、こういうふうな、ビアードパパさんも実際に出てて、この101の力にですね、売り上げは非常にいいということを言われてました。で、それ以外のところにおいては、こういうラーメンナギ。で、このラーメンナギさんも、パートナーさん、台湾のパートナーさんは結構有力な方で、アメリカのフランチャイズもいろいろやっておられて、で、台湾でナギを今、4、5店舗かな、展開されています。で、台湾の人に聞くと、まあ、先ほどのトンチンも非常に人気があるし、このナギも人気があるということで、台湾においてナギの、認知度っていうのは高いようです。で、この台湾のパートナーは、学生時代に留学してた、サンフランシスコのパロアルトという、Google とか Facebook の本社があるところですね。あちらの方にこのラーメンナギを、台湾から出店されましたね。そこは今、売り上げとしては一番順調にいっているということを言っておられました。で、コメダ珈琲さんの1号店が台湾に出ましたので、それを見てきました。ただ実際にお客さん入ってたのは6割ぐらいでしたね。日本は結構入ってると思うんですけど、コメダさん6割。で、台湾のパートナーに聞くと、まあ、コメダよりも、台湾の人が好きなコーヒーショップがあるんだということで見たのがこの上島コーヒーですね。実際に上島の方はいっぱい入ってました。ですので上島、これ真横にあるんですね。上島コーヒーがあってコメダがあるんですけど、コメダが6割、上島はもうほぼいっぱいでしたね。まあ、聞くと、お店の内装とか雰囲気とか、居心地がいいのは上島なんだというふうにパートナーは言ってましたけど。その違いが何のかというのはちょっと僕自身でまだ分からなかったです。で、くら寿司もすでにもう台湾出店してるんですが、先ほどから言ってる新規のエリアに初めて、くら寿司が出店するということで、11月にオープンするということになっていました。これもブリーズの担当者がくら寿司に交渉して持ってきたということですね。今、スシローもくら寿司も台湾は非常に順調にいってて、もともと台湾の回転寿司といったの、寿司エクスプレスというのがありまして、これはアジア中に台湾スタートでシンガポールにもあるんですけど、出ています。で、スシローやくら寿司の方が、まあ、品質はいいんですが、スシエクスプレスも非常に順調にまだ行ってるみたいですね、台湾では。はい。ということで、台湾の方も、これで終了にさせていただいて、本日の、モンゴル・ウランバートルと台湾・台北ですね、の最近の情報ということで、皆様方にお伝えしました。ご清聴ありがとうございました。